stop, don't stop the music 走り出す君へ届いてよ Don't stop, don't stop the music どこにもないさ君だけのストーリー君と共に浮かせてユンカーの頭こぼれてもう一度押し込めるかなというところですが、さあ最後は森下。森下カットインからヘリ勝ち、先制グランパス。マテウスからスルーパス、ここはいいカバーに入ってました越道ですが、森下中佐々木翔、セットプレー1本目ニアで来た中谷だ。丸山選手素晴らしいですよね。藤井折り返し、前田君ゆっくり押し込めるか、最後来たか、稲垣の押し込み。うわー、森下さんと森下、見てましたね。クロスマテウスの一人が森下。さあマテウスが高き運んでゆっくりやります。まあ自分が自分で行った。ただペナルティーエリアに入った後ろから金子のシュート、浅野、新野、ボレー後ろから行きますが、おー抜けてきました川村拓夢、川村もシュート、ポスト、おー高橋ビエイラブロック、運んで左足と力がない板谷君に入った、シュートに行く、対角に行きました金子拓郎、ペナルティーエリア中細かいスペースからシュートを打った、左のアウト、なんか倒れた、ネタビューツー、ナイスキーパーラングラック、マテウスからさらに縦へ長いのワンタッチ、泉が中に入ってきた、泉、名古屋に復帰後初ゴールとなりました。あのグランパスのホームは相手がやりたくないと思えるぐらいに、僕たちもそうですし、ファンサポーターも一緒に戦っていければ、あの今後もありがたいので、よろしくお願いします。皆さんはじめまして、名古屋発ピアノ3ピースロックバンドクワイフと言います。Don't stop, don't stop the music Don't stop, don't stop 歌え、Don't stop, don't stop the music 2013明治安田生命 J1 リーグ第11節、名古屋グランパス対ヴィッセル神戸の一戦もお楽しみいただきます。アレンクロスを打ちましたが、パーまで流れて、ただこれを残します。森下入れ直し、ユンカー、さらにマテウス、次はユンカーだー、1対2、その差を縮める名古屋グランパス。後ろを入れてターゲット、ロガニーセカンドボールはコーダ、打てない、さらにコーダクリア、まだある、もう落ち着いて藤井の右足、98分最後に取れば、センターバック藤井です。激闘幕切れ、ラストプレーはこの若きセンターバックのフィニッシュになりました。